近代物理学のあけぼの、その系譜。第19章、なぜ E イコール MC の事情なのか。この論では、時間と空間に関するアインシュタインの理論を、できるだけ単純明快に解き明かし、彼の理論の深遠な美しさを明らかにしたいと考えているのです。目標は複雑な数学を使わずに E イコール MC の事情の方程式を導き出すことであります。もう一つの重要な狙いは、現代の物理学者が自然についてどのように考えているのか、どのようにして深遠な理論を組み立てているのか、明らかにしたいと考えているのです。アインシュタインは空間と時間のモデルを構築することで、現代物理学の基礎を築いたのです。彼の理論は、現、観測データにより裏付けられ、確立しています。しかし、現在確立している彼の理論も、やがては自然をより正確に規律する理論に、いずれは道を譲らざるを得なくなる時が来るでしょう。例えば、超弦理論等に、科学の理論には、究極の理論というものはないのです。あるのは、まだ誤っていることが立証されていない理論があるだけなのです。確実に言えるのは、今のところ、アインシュタインの理論がうまく機能しているということぐらいでしょう。科学者であろうとなかろうと、我々には思い込みがあり、自分の日常経験からあらゆる事柄についてあれこれと類推します。ところが、その日常経験に基づく推論に科学的方法で厳密な光を当てると、自分の想定したことと自然の実態とのズレ、乖離にまごつくことがよくあります。我々が日常経験に基づいて考えているより、宇宙ははるかに豊かなのです。何よりも素晴らしいのは、宇宙の真理を追求する物理学が深遠で実にすっきりしていて、息を呑むほど数学的にエレガントであることなのです。これは理論の対象である自然がエレガントな調和の美しさを持っていることを意味します。理論とは、自然の実態を数学という言葉で書き表したものなのです。科学は難しく見えることがあっても、根本のところでは複雑な学問ではありません。なぜならば、科学者が解き明かそうと挑んでいる自然が、実に単純なすっきりした仕組みで動いているからであります。大事なことは、当たり前な常識と思いたくなるような事柄であっても、それを鵜呑みにはしないことです。改めて考えてみる習慣を身につけることなのです。自然を謙虚に見つめ直し、既存の常識の思い込みを退けることから、科学研究が始まるのです。この論では、どのようにして
アインシュタインが E=MC の二乗という結論に行き着いたのかを示したいと考えています。私はかねてから人間の発想の根源に対する考察という主題のもとで研究を進めてきました。この近代物理学のあけぼの、その系譜においても、ガリレオ・ガリレイの力学の形成、天文学上の業績においても、その後を引き継ぐニュートンの力学形成においても、さらにアインシュタインの特殊相対性原理、一般相対性原理の形成過程において、彼らの発想の根源を追求してきました。この論では、彼の特殊相対性原理の E=MC の二乗に照準を当て、彼がどのようにして結論に行き着いたかを読み解いていきます。これは科学者にとっても役立つことでありましょう。E=MC の二乗という式は、エネルギーはその物質の持つ質量に高速の二乗をかけたものに等しいということを意味するのですが、質量とエネルギーとの関係式にどうして光の速さが絡んでくるのでしょうか。くめども尽きぬ興味があるとは思いませんか。さらに一般相対論において時間と空間の構造が最終的に重力を生み出しているというアインシュタインの驚くべき発見と、アイザック・ニュートンが発見した地球は太陽の周りを一直線に落下していると一見奇妙に思える偉大な発見についても言及したいと考えています。